どうもお疲れ様です。まあ気になる男シリーズの返信動画になりますけども、まあなかなかね、こっちとあっちが繋がらなくて、ちょっと困っちゃってる、悩んでますみたいなことだったんですけども、これね、普通の人はみんなね、悩んでるんですよ。なぜなら、お金に関わる人生を送ってる割には、お金のことについてきちんと考えてる人っていないんですよね。で、しまいにはね、この日本人はお金のリテラシーが低いからみたいなこと言い出す人がいたりとか、学校ではお金の教育やってないですよねとか言うんですよ。いや、こんなことって別に人に教わることじゃなくて自分でやることなんじゃないですかと思いますし、それこそね、幼い頃にお父さんやお母さんに肩叩き券っていうのを作ってね、誕生日にプレゼントしたことがあるんだったら、それがまさにニーズだってことなんですよね。で、あれを別にね、300円とかで売ってもいいわけなんですよ。で、去年の話なんですけども、小学校の男の子が、家庭内でカフェを始めたみたいなことがあってね。で、自分のお小遣いで買ってきたココアを入れてあげてね、一杯300円とかで家族に売るところから波及して、近所の方にまで売り出したみたいなね。まあそういうのをやってるわけなんですよ。で、それが永続的に売れるかどうかわかりませんけども、まあでもお金を稼いだっていう経験と、どうやったら他人がお金をくれるかっていうふうな、そういった勉強っていうのは別に人に教わんなくても当たり前のようにね、できることだと思うんですよね。まあその他ね、やっぱり世の中にそのお金を出して買えるものがあるってことは、なんかその売る方にも回れるってことはすぐ分かって、なんかその女の子でいませんかね、将来お花屋さんがやりたいとかケーキ屋さんがやりたいってね。お花とかケーキを売ればお金が入るんで、またケーキ作れるしお花も仕入れられるしってことをもう理解してるわけなんですよ。だから別にレベルの高いことでも何でもなかったりとかして、真剣にお金のことを考えてこなくても、真剣に考えなくても分かるレベルのことなんですけども、残念ながら、ほとんどの人はなんか分かんないけども、こんな大事なことを全く考えないし、30になっても40になっても50になってもね、前回私がした質問、ほとんどの人答えられないんですよ。なんでしょうね。なんかそんな特別で難しいことやってるわけでもないし、それこそね、高校受験の方が100倍難しいと思うんですけども、なんですかね、まあそこら辺がちょっと奇妙なところだなと思うんですけども、ただここにね、一条の光があります。ほとんどの人が考えたことないし、ほとんどの人がね、答えられないんですよ。だからちょっと頑張ると答えられるようになるんですよ。で、それがだから情報とか思考の格差であって、その思考や情報の格差がお金を生むんですよね。だから世の中に何でも稼げる人と、なんか知んないけどいつもお金がない人っているんですけども、結局頭使ってる人と頭使わずに体使ってる人の差がここに出てるわけなんですよね。50年前は体を使ってお金を稼ぐしかなかったんで差はなかったんですけども、未だに体を使うしか脳がない人とかね、時間を投入してお金をもらう人と、あと頭を使ってレバレッジ効かしていく人と、テクノロジーを使ってパソコンで稼ぐ人とかね、ネットで稼ぐ人っていうのは明らかに違うわけなんですよね。多くの人が稼ぎ損なったお金を一部の人がかっさらっていくみたいな図がありますんで、だからね、やっぱこう、前回私がした質問っていうのは、これからね、一つずつ埋めていくべき稼ぐための知恵だと思って、これタカさん以外の他の動画を見てる方もね、前回のこの質問に答えられるようになる、当たり前のように、それこそね、一つの質問に100個ぐらい返答があるようになれば、まあまあそこそこお金は稼いでいけるんじゃないかなと思います。そのね、世の中のなんか困ったことって、私が知るところ多分200種類ぐらいしかなくって、200種類ですよ。そんなに無限にはないんですよ。なんかね、中学生の頃に顔にニキビができましたっていうのも悩みの一つだと思いますけども、まあ、そんなもんなんですよ。で、ニキビができてどうって言ったら、クレアラシルみたいなのが売れるわけでしょ。で、クレアラシルみたいなのもね、やっぱ買いますよね。で、あとはなんかね、私なんて今50肩になってます。肩が痛いんですよ。で、私は別にそれ放置して治すつもりですけども、大抵の方は病院に行って相談して、いわゆるカウンセリングを受けるっていうんですか、肩が痛いんですって言ったら、ネットで調べれば出てくるようなことをお医者さんから聞いて、ああそうなんですか、なるほど、これが50肩ってやつですか、じゃあお薬出しておきましょうみたいなね。お薬は処方箋受けなくても別に薬局ね、ドラッグストア行ったら売ってるわけですから、安いですかね、別にそれでもいいわけですよ。で、そういうふうに自分で調べて回答を出せるような時代になったのに、それをせずに相変わらず30年前50年前のように専門家に聞きに行くみたいなことをしてるわけですよね。で、専門家ってある人もネットの情報とか教科書の情報を見て、それをただテンプレートで答えてるだけなんですよ。じゃあその教科書とかネットの情報は今公開されてるわけですから、別にね、患者自身が見に行って、あ、
お医者さんのところに行ったらこういうふうに答えるんだ、だったら直接見て自分で対処しようかなでいいわけなんですよ。まあ、そうなったら病院に行って長い行列作ってね待つってこともいらないですし、なんか病院に行ってね楽しい気持ちになる人ってあんまりいないと思うんですよ。不快になるわけですよ。まあ、ですので専門家じゃないとできないこととかっていうのは確実にあります。例えば外科手術とかね、出産とかそういうのは行けばいいと思うんですけども、そうじゃないものまでお医者さんに行ってなんとなくドクターに聞いたら安心だからみたいなことになっちゃってるのが、まあ、困ったことなのかなと思うんですよね。やっぱねこう自己診断で済むことって結構あるんで、じゃなかったらなんでドラッグストアにあれだけ薬があるんですかってことじゃないですか。あれは完全に自己処理ができる人のためにああいったものが自分でやってくださいねみたいなね、あのホームセンターみたいな、あのホームセンタードクターとでも言いましょうかね、そういうのがあるわけなんですよ。でも工務店に頼んで例えば家のねリフォームとかをしてもらうとか、なんか車庫のガレージの屋根をねつけてもらうとかって別に自分ですればいいのに、なんで工務店に頼むんでしょうか。別にできるわけなのに、それはやるべきことをやらずに人に任せようと思って人に依頼するから、その分だけ利材を取られちゃうわけなんですよね。で自分で DIY でできるようになったら今度人の DIY もやってあげれるんで、それでお金が取れるでしょって話なんですよね。それからあの、まあ、医療系のもんはその医師の免許がなければあの診察ってのはねやっぱり法的にできないことになってますけども、ただやっぱりね自分はこういうふうに感じるんだけどみたいな、感想を言うことはできるわけなんですよ。診断までできなくてもね。でそういった形で人の悩み解決とか、どういった方に相談したらいいのかっていうふうな誘導をしていくとかっていうのも私たちができる仕事の一つじゃないかなと思うんですよね。でやっぱねこうお金の悩み解決ってあのそんな難しいお金の稼ぎ方ってないわけなんですよ。じゃあネットを使わずにお金を稼ぐ方法何がありますかって言ったら、別にコンビニのバイト行ったりとかね牛丼屋に行けばいいわけじゃないですか。だからそういうのも回答の一つだし、じゃあなんていうんですかね、お金が稼げません、家族を養わなくてはいけません、で覆面 YouTuber ですって別に決まってるわけじゃないんで、何の方法で稼いでもいいわけなんですよ。そこに型をはめるとしたら覆面 YouTuber ですっていうふうな道になってしまうんですけども、じゃあその覆面 YouTuber っていうインプレッションでね、なんですかね、インパクトで多くの人がじゃ振り向くかって言ったら現実振り向かないわけですよ。なんかお金を稼ぐ方法は山ほどありますよ。例えばこんな方法があります、あんな方法がありますっていうふうに前回私がご質問したところの回答をそこにねつけていくわけですよ。こんな人にはあれ、あんな人にはこれみたいな、40代50代にはこれ、60代70代にはこれみたいな、いっぱいやっていくわけですよ。そしたらじゃあそれをもうちょっと詳しく教えてくださいとか、私のような例の人間にはどんなものがありますか、私はちょっと怪我で腰が痛くってあんまり、立ち仕事ができないんですけども、なんかアドバイスいただけませんかとかね。それからもう私は学歴もないし就職なんて持ってるほかだと思うんで、ネットで稼ぐ方法、在宅でできる方法ありませんかっていう風になってきたら、ありますよって、これです、あれです、それですと。じゃあこれは顔出しをして稼ぐパターンなんですけども、顔出しをしないで稼ぐパターンこうありますよっていう風にだん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 こうね細かくこうなんですかね、細かくカテゴライズしていって、で最終的に残ったのが覆面 YouTuber っていうのだったら、まあ大いにそれは商品として提供してあげればいいかなと思うんですよ。であとはね、覆面 YouTuber じゃなくても稼ぎたいんですっていう人が来た場合、タカさんのところに行かなくなる可能性が高いんで、そっちも OK ですよみたいな打ち出しもした方がいいんですよね。結局は商品をたくさん持ってる中で、一つは覆面 YouTuber という方法、一つはポイントサイトの攻略の方法、一つはセルフバック攻略の方法、一つはメルカリ転売の方法みたいに用意しておけばいいんじゃないかなと思うんですよね。結局みんながみんなね YouTube で稼ごうと思ってるわけではないんですよね。で YouTube でしかも覆面で稼ごうっていうのはすっごくカテゴライズしたら狭いんで、もちろんその狭いところに対して集客をしていくっていう方法もあるんですよ。もうこの一点集中でこれでいくんだみたいな。ただやっぱりこう現実的には集客力が間に合ってないんで、別に覆面 YouTuber オンリーで行ってもいいんですよ。ただそこで潤沢に資金が回るまでに多分兵糧攻めにあっちゃうわけなんですよね。要するにそこまで集客力が一気につかないんで間に合わなくなっちゃうみたいな。で今現実コラボでなんとか売ってる状態だと思うんですよね。でもコラボっていうのはある意味対談、一緒にやる人の売り上げをちょっとね立てないようにしてる話なんで、ずっとはやってくれないわけなんですよ。であとおしまいには一緒にコラボでセールしましょうって言ったらコミッションくれって言われるわけでしょ。せっかく売り上げが例えば100万だっても50万持ってかれるみたいな、ね、ことになっちゃうと、労力かけたんだけどもあんまり儲からないみたいなことになると、まあでもそれは集客力がない間はしょうがないんですけどね。じゃあなんで集客力を改善しないのかってことに今度はなってくるわけなんですよ。この前もお話しましたけども、
この動画を出したらアクセスがグッと回るぜみたいなのをあるんだったら、それをやっぱりね、1日に1個とか週に1個とか、やっぱりどんどん出していかないといけないですし、そうやってチャンネル登録が見る間に増えていくとかね、再生数がその動画を出した時でボカボカ上がるみたいなことをしていって、集客用の動画とかにしていくわけですよ。あとは自分の商品を紹介するための動画とかね、商品を紹介するための導入のための動画とかっていう風に、動画もただ単に出していくわけじゃなくて、何の目的で出していくのか、集客のためなのか、商品の良さを分からせるためなのか、あとは他の商品のデメリットをこう打ち出してね、こっちに誘導するためなのかとか、様々あるわけですよ。まあここで例えばを申し上げますけども、私の動画の中に、例えばね、やってないんですけども、 FX を販売する動画があるとするでしょ。そしたら FX の販売する動画の前に、まずはね、ビジネスはうまくいかないよ、リスクが高いよと、ネットワークビジネスは最近でもアムウェイとか叩かれてからやんない方がいいよと、人間関係壊すよ、やっぱ投資だよね、投資ってたくさんお金がないとできないと思われてるけども、そうじゃないよと、投資の技術さえつけば、あとはお金は借りてきてもいいんだからみたいなことしたりとかね。でその中で、なんで株はダメなのかっていう株のデメリットを並べるわけですよ。そうすると選択肢がどんどん狭まってきて、残ったのは FX しかないですよねってことになると、これがだから誘導なんですよ。で最後にやっと FX っていうのは私が専門でやっててね、今こういうふうに構築できてるんで、いらっしゃいませっていうふうにできるということなんですよ。これは FX じゃなくても同じなんですよ。アフィリエイトでもいいんですよ。アフィリエイトを売り込みたい場合は、まずはアフィリエイトのメリットを言うんではなくて、他のビジネスがなんでダメなのかってことを言っていくわけなんですよ。ね、アフィリエイトっていうのは、その利点っていうのは、お金が全くかからないってことなんですよ。しかも単純作業の繰り返しなんですよね。サイトの構築を例えば1回すると、同じことずっとあらゆるジャンルでやるだけなんですよ。自分の好きなジャンルでやるわけなんですよ。そうなったら、好きなことを仕事にできるわけなんですよね。じゃあそこから逆算していって、みんなネットビジネスって言っても、なんで続かないのかっていうことを話をしていくんですよ。なんでモチベーションが続かないんでしょう。それはやりたくもないことをやってるからでしょっていうふうにして、一つ一つ、例えば YouTuber はやりたくないことのために一生懸命労力かけたりとか、台本作ったりとか、それから取材に行ったりとかして、すごくしんどいんですよ。だから YouTuber やるんだったらやめた方がいいと。最近でも YouTuber さんがもうオワコンだとか言って、有名 YouTuber から順番にその座を降りていってる。そして YouTube の発信者っていうのは増えていくんで、広告料が分散されて、一人当たり の取り分が少なくなったでしょうみたいなことをずっとね、お話ししていくわけなんですよ。そしたら、YouTuber をやって、ちょっとね、つまずいてる人が、なるほど、やっぱり YouTube ってダメなんだよね。俺もそろそろ引き際かな。でも他にどんなビジネスすればいいんだろうっていうふうに思考回路がどんどん誘導されていくんですよ。その時に、じゃあ転売をどうかって言ったら、転売も作業多いですよ。しかも転売って簡単だから、ライバル多いんですよ。で、転売をするとなると、メルカリ、それからヤフオク、でアマゾンというふうに絞られてるから、そこでもうすでに強固なマーケットを作っちゃってる先行者には勝てないでしょうというわけですよ。だから今更やっても利ざや薄いし、クレーム処理はあるし、返金もあるし、なんか知んないけど PL4 みたいなのが出てきて、最終的に商品に瑕疵があった場合は、あなたが責任取んなくちゃいけないんですよみたいなことになってきて、どんどん、まあ転売もやるのやめようかなというふうになっていくわけですよ。で、だんだん選択肢が削ぎ落とされてきて、もう全く手間がかからずに、お金もかからずに、もうノースキルからできるやつで、ブログの構築は今簡単だし、ホームページだって無料でできるやつがあるんですよ。で、そこでツイッターで連動して、アクセス集めて、でトレンドの記事を書いて、そこに、アドワーズをどんどんはめ込んでいけば、あとは自動的に Google が広告収入をね、振り込んでくれますよみたいな形にしておいて、アフィリエイトをやりましょうみたいにいくわけですよね。しまいには PPC アフィリエイトって言って、少しの出費で上位ランクに表示させる、そういうこともできるんですよ。そしたらあっという間に売り上げが立ちますみたいな形で、アフィリエイトのスクールを誘導して販売するみたいなこともできるわけですよね。だからそういうふうな動画のその扱い方ですよね。どの種類の動画を今自分は作ってるんだろうかとかね。ただなんか誰かから動画が送られてきたら、それに対して返信してるっていうものでは、なかなか狙って売るみたいなことはできずにいるわけなんですよ。そもそも対戦相手っていうかね、その動画のリレーをしてる相手に何も売らないっていう思考ができちゃってるわけなんですよ。一番のお客さんっていうのはリレー動画をしてる相手なんですよ。その人に商品売ってますかってことなんですよね。だってやり取りしていたら、その人が一番ウィークポイントとか困ってることとかできてないことっていうのはポロポロこう出てくるわけじゃないですか。それに対して、私はあなたの問題解決する商品ありますよっていうふうに言えば、これは売れますからね。あとは金額との相談ですけども、まあでも無理なく売れるんじゃないですか。しまいには販売に協力しましょうかって言えば、ああだったらその商品買うんで販売に協力してくれて、早くね現金回収できるようにやっていきましょうみたいになっていくわけなんですよね。それがまあ本当のジョイントベンチャーなんですよ。まあそういうふうにね、いろいろと今回も申し上げましたけれども、気づいていただければね、幸いでございます。やっぱね、タカさんってね、いろんなことに気づける力があるのと、あ、なるほどそうだな、やってみようっていうふうにこう
切り替えがすごく早いんですよ。だからそこが救いだと思います。まあ、あとはね、そのスピードをもうちょっと上げていった方がいいかなと。まあ、動画の更新も全然足りないと思うんで、今のままじゃね。うん、なんせアクセスが私から見ると稼げてないんで、もうちょっとボリュームがあった方がいいかなと。アクセスのボリュームがね。うん、あと他にもね、やっぱなんていうんですか、自分の動画じゃないものを自分のアカウントで発信する、いわゆるダウンロードして自分のアカウントから発信するっていうのも、これもね、実はね、よしあしなんですよ。うん、あまりにも、うん、こう言ったらちょっとね、表現ひどいですけども、あまりにもレベルの低い動画をそれやると、確かに動画の本数は増えるんだけども、なんかこの人ってわけのわかんない人の動画を貼り付けるけど、そっちの人の動画面白くないよね、見んのやめたってなるんですよね。だから離脱が起きるわけなんですよ。レベルの高い人の動画を自分のアカウントで発信するのは全然いいんですけども、そうじゃない方のをやると、これダメージがあるんですよね。だから私もあまりにもこれはちょっとまずいな、これは自分のアカウントじゃあまりにもこれは放送できないなと思ったものは放送しませんこれは申し訳ありませんけどね。私は動画の本数をただ増やしたいと思ってるわけじゃなくて、一つ一つが問題解決につながってるものでこうね、統一したいかなと思ってますんでね、うん、だからそういうふうにシビアに見ていくことと、じゃあリレー動画をするならするで、リレー動画の人には何をしてあげれるのかなとか、その人からどんなものをもらえるのかなってことは、やっぱりごつぶさに戦略的に攻めていくことが求められているんではなかろうかと思います。まあ、YouTube をね、なりわいとするってことは、全ての YouTube 動画からお金をもう引っ張ってくるってことですからね。ゼロ利益の動画なんて一本も出しちゃダメですよ、というふうな意識でやっていけばいいんじゃなかろうかと思います。はい、今日もダラダラと喋ってしまいましたけども、どうだったでしょうか。いってらっしゃい。